お兄ちゃんの花火80点。難病の妹と引きこもりの兄が町の花火大会の準備を進める。新潟の花火大会の話です。歩き方、喋り方、服の着方、何も決めれなさなど、高良健吾演じる兄の引きこもり度の再現度が高すぎるのと、田舎特有の排他的な若者コミュニティ、誰がどうしているのか分かる地域の輪、伝統を守ろうとする地方の底力を、花火大会の準備を通じて田舎のダサい部分込みで繊細に優しく描くのがとても上手で感心しました。引きこもりの兄が妹の前向きさに引っ張られ、彼なりに殻を破ろうと頑張る姿は、昔の彼を知ってるからこそジーンときましたし、その兄の変化をあったかく見守る家族、地域の人々の変化が微笑ましくて、都会にはない田舎の良さを感じられました。妹にもらった服をいつまでも大切にする兄、携帯電話の着信にびっくりする兄、若者コミュニティ、妹の友達と話をする兄と、何気ない終盤のシーンに隠された怒涛の伏線の数々、さらにはいろんな人の思いの詰まった花火が夜空に咲くとき、完全に涙腺崩壊してしまいました。ちょっとあざといですが、最高級に泣ける兄弟愛映画でした。